ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションアップして光り輝く高齢者になるという、一緒になろうという情報を配しているわけであります。今日は2024年8月の3日土曜日です。今日は一日一つ断捨離の山下秀子さんの中からお送りしたいと思います。今日もなかなかいい話がありますね。今日は、段の7から行くわけですが、その前にちょっと概略を説明しておきますと、第3章の断捨離トレーニング実践編というのをね、やっているわけです。断と捨と離を繰り返すと見えてくる世界という中から入りまして、そのうちの断の1から今6までやってきたんですが、まずざっと言うと、段の1は外から入ってくるもらい物はあなたに必要なものじゃない。段の2、日用品の買いだめは使い切れずに忘れられてしまう。段3、まとめ買い値引き商品はあなたが本当に欲しいものじゃない。第4が無自覚になんとなく選ぶことでは家に物が溢れてしまう。第5が便利そうなものを買っても生活は快適にはならない。段6が家電は厳選、必要のない家電がストレスに富んだ前回でした。今日はそして段7、今日はなかなか面白いですね。月額サービスは無自覚だとどんどん増える。最近はサブリスクリプション、かっこ定額払いのサービスが増えてきましたね。断捨離的にはこれも対戦相手になります。動画配信サービスや音楽聴き放題など、日常の中にサブスクがどんどん増えているという人は少なくありません。中にはサブスクだけで月に数万円になるという人もいる。しかし私たちの時間は有限です。一見お得な月額サービスですが、元が取れるまで使いこなしているとは言い難いのではないでしょうか。これも断捨離的には無自覚なものとの向き合い方と言えます。今の自分に必要なサービスだけに絞り込み、自分に活かせるものだけに厳選すれば、いくつも残らないはず。いやー、これそうですね。用意しなきゃいけませんね。この月額サービスというのは、物で届く場合もあります。毎月お花が届いたり、定期的に健康食品が届いたり、これも家になだれ込んでくるものの一つです。お花は心に潤いを与えてくれますが、今の部屋の状態は花を飾って美しい空間ですか？健康食品は欠かさずに飲んでいて自分の健康維持に役立っていますか？この健康食品というのは知らず知らずうちに定期で来ているようなことがありますよね。断捨離が進んで空間も変化してきたら、あなた自身も大きく変化します。使いたいサービスは今とがらりと変わっているはず。その時にもう一度必要なサービスに入ってみてはいかがでしょうか。実践の基本07、月額サービスを使うなら人生が激変した後に。断捨離の8、あなたの部屋に収納棚はふさわしくない。うちは収納が少なくて…とおっしゃる人が本当に多いと実感します。確かに収納スペースがたっぷりある家とあまりない家があるのは事実。しかしどちらの家でも収納スペースにしまってあるものを広げると、これは本当にいりますかと問いかけたくなるものがほとんど。おまけによく使うものは出しっぱなしでという人も、つまり収納してあるものはほとんど使わないということですね。それなのに収納棚を買ってしまう。ここに収納棚があればいろいろ入れられる、部屋が片付くとワクワクするからです。でもそれは死体置き場をたくさん用意しようと言っているようなものだって。使わないならば死蔵品ですから。ここすごいですね。でもそれは死体置き場をたくさん用意しようと言っているようなものだって使わないならば死蔵品ですからね。というこれはすごいインパクトのある指摘ですね。断捨離を進めていくには収納するよりもまず不要なものの処分です。収納棚がなければむしろ断捨離しやすいはず。家の中の空いたスペースは収納するためのスペースばかりではありません。何もない間があってこそ私たちはほっとできるのです。
これは断捨離が進めば必ず気づくことができます。収納棚があればすっきりした暮らしができるというのは幻想です。収納棚は物との関係を考えることを諦めて放棄して物を保留するためのアイテムだと認識しましょう。実践の基本08、収納棚を迎え入れなければ断捨離がサクサク進む。いや、つい私も収納棚をね、やれば整理できるんで、ものすごい買ったことがありますよね。いや、ほんと、死体置き場を増やすもんと言われるとね、やはりこれちょっと、今まだ収納棚がたくさんありますね、これは。確か、2、3年引き出しを開けたことがない、いや、それ以上のこともあるかもわかりませんね。いや、これちょっと、今日から一つずつやってみたいと思います。ここにですね、最後はね、モンスターから自分を救い出した断捨離、野菊さんという体験者の話、これを今日は最後に言ってみたいと思います。私は周囲の人たちを勝手にモンスターだと思っていたことがありました。リウマチの症状から寝返りをするのも辛くて泣いていた日々、周囲のモンスターたちへの愚痴や不平不満も止まりませんでした。そんなある日、山下秀子さんの本を手に取った瞬間から私の進む道は決まったんです。そして断捨離を始めて、毎日内なる自分と向き合うと、モンスターは外にいたのではないことに気づきました。外にいると思い込んでいた方が自分が楽だったのです。自分が家に置いておきたくないものは捨てていい。この言葉で目が覚め、半年にわたって土砂出しがスタート。でも断捨離すれば毎日ハッピー、楽しいことだらけではないことはすぐに分かりました。人間だもの。毎日いろんな考え方が浮かぶし、嫌だなと思うこともイライラすることもある。でも前と違うのは、すぐに嫌なことを忘れてしまうこと。今ここに戻ることができるようになったことです。これは最強だ。今ここに戻ることができる。クローゼットの中の着たくないけど置いてあった洋服、よりよりのトレーナー、いただき物の器、古した靴とたくさんのものと毎日向き合い、新陳代謝を繰り返す。これは今の私にふさわしいと問いかけ続けると、自己肯定感が上がるとともに嬉しい出来事も増えてきました。優しい人が増えたのは、自分が自分に優しくしているから。応援してくれる人が増えたのは、家に空間が増えたから。今日もいらない紙やすりを1枚捨てました。なんでこんなものを取っておいたんだろうと不思議に思いながら。きゃあ、今日はすごいですね。月額サービスは無自覚だとどんどん増える。あなたの部屋に収納棚はふさわしくない。これすごいですよね。でもそれは死体置き場をたくさん用意しようと、棚をね、すぐ棚をなんか用意すれば整理できると、まあ思うんですね。でもまた死体置き場を増やすだけだと。ピャー、ああ、この今日の話はね、最高に自分のモチベーションが上がってきましたね。いや、このやはり一日一つ断捨離というのは、これやっぱ続けて繰り返してやっぱり読んでいく必要がありますね。まあ、近々これまたお送りしたいと思います。おはよう。